成績発表のお時間がやってまいりました。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今日は私、今日高校1年生終わりました。お疲れ。まあ早かったですね。めちゃめちゃ楽しかったんですけど、まあ、楽しかっただけでは終われないんですね。最後、まあ、何があるかと言いますと、まあ大体わかる、みんな通知表が配られるんですね。で、私子が配られました。私まだパパには見せたんだけど、ママには見せていなくてですね、ちょっとたまたまママの仕事帰りのタイミングと私の部屋の片付けのタイミングがかぶって、さっきご飯食べ終わったんだけど、まだね、そのママも洗い物今終わって多分編集し始めようとしてんのかな。そうだからまだ見せれてないんで、ちょっと今読んで発表をしようと思います。でそれで動画でみんなにも発表しようかなと思います。前に2学期でこれね、あの見したんだけど、まあこの時見ればわかるんだけど、まあちょっとあのあまりすごいいいわけじゃないから、本当に一般的な成績なので、あの温かい目で見ていただけると嬉しいです。まあ、オリチャンネル見ていただけてる方は分かると思うんですけど、結構ここがあんまり良くなくて、まあでも頑張ったんで、あの本当に温かい目で見てください。お願いします。じゃあちょっとママ呼びたいと思います。ママー。はいよー。あのですね、何、今日は高校1年生終わりましたじゃないですか。そうじゃ。そして私はまだあなたに通知表というものを見せてないんです。そうなんですよ。もうずっと楽しみに待ってるんだから。で今動画撮ってるんだけど、あら本当だ、通知表発表しようかなと。帰ってきた時ママがお仕事遅かったじゃん。遅かった。パパには見せたんだけど、うん、まだあなたにだけ見せてないんです。超楽しみだったんだ。はい、うん、じゃあ紹介させていただきます。はい、すごいね、動画で言うの、はい、2学期行ったやん。言った言った。今回は3学期の、あの評定というよりかは1、2、3学期全部含めた評定だから。ちなみに私今回も皆勤賞で1年間皆勤でした。拍手。あ、おめでとうございます。素晴らしい。これ本当に素晴らしいよね、皆勤賞。そうね、皆勤賞、無欠席、無遅刻、うん、無早退、早退、あと授業も一回も出てない時間がない、保健室行っててないとかそういうのもないです。優勝、素晴らしい。これは本当に素晴らしいと思います。はい、それではじゃあ早速、はい、まず国語の現代の国語から、はい、これさ、もうさ1学期も言っちゃっていいかな、なんなんと来てからのこれですって。ああ1学期2学期それいっか、まあ、言っちゃおうなんかさ、2学期出して1学期出してないとちょっとムズムズする。で現代の国語1学期が4です。はい、2学期が5。おお、どうかドク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 4でしたいやでも4は素晴らしいと思う、うん、すごい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 。ちなみに5段階評価でしょ、お茶の方は、ね、そう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 。で50回授業があって、あ、出なきゃいけない授業か、うんうん、単位がね、うん、ちゃんと全部出てます。休んでる日ゼロです。続いて国語現代文、言語文化の方、1学期4、はい、2学期3、3学期3でございます。はい、素晴らしい素晴らしい。いやもう3十分だよ。うん、まあ中学の時があれだったからねあれがあれだったからね、うん、ちょっとで、次地理総合が1学期3、はい、2学期4、はい、3学期3、おでございます。はいはい、ちょっと2学期でも良かったんだね。じゃあ多分2学期はギリギリ、はい、ギリギリだけど4みたいな感じだったんじゃない、うんうんうん、じゃあ続いて、うん、私が一番苦手な公共ですねいきます。1学期2、はい、2学期2、はい、3学期2、はい、1取んないだけマシですよ。これ、ね、これ取ってたら進級危ういからね。本当だよね。いやもう提出物は出しててよかったわ、うん、続いて数学、はい、数学、1学期3、2学期5、3学期4でございます。はい、いいですね、よかったですね、はい、続いて生物でございますね、はい、生物1学期2、はい、そうでしたね、2学期4、そこからの
3学期3でございます。本当に1学期と2学期の、うん、本当に混ぜた感じだね。そうだね、真ん中って感じだね。じゃあ続いて体育、体育1学期5、2学期3、はい、3学期3でございます。続いて保健体育の保健の方ですね、はいはい、保健は1学期4、はい、2学期4、はい、3学期3でございます。あら落ちちゃった。多分4でもギリギリ3が2回続いてからの3だったんだろうね。でもいいんだ、1じゃなければ、ね、いいんだよ、3点でいいんだよ。続いて音楽、はい、1学期5、2学期5、はい、3学期5でございます。これだけですね、実は。すごい、うん、全部じゃん、うん。続いて英語でございます、はい、1学期4、はいはい、2学期3、はい、そして3学期3でございます、はいはい、でもあの点数で3取れたのは本当に、本当にね、ミラクルですよ、うん、あの英語が非常に苦手じゃない、うん、あの本当にテストもあんまり良くなかったし、うんうん、ただ本当にすごい量の課題をやってて、あなたもね、よかったよ、うん、続いて家庭科、はい、家庭科はですね、1学期3、はい、2学期3、はい、3学期3でございますね、はい、まあ、はもう3、全然いいです。続いて情報、はい、情報は1学期4、はい、2学期4、はい、3学期4でございます。おー、素晴らしいですね。っていう感じで終わりでございます。はいはい、すごい。じゃあ5が1つあったの。そう、すごいすごい。そうね、うん、やっぱ1学期が一番5の量多かったかもな。1学期が一番多かった。2学期じゃないの。あ、そうだね、3個あるからね。うん、2学期が一番多かった、うん、個人平均が3.8 で一番良かったんだよ、2学期が。あ、そうだね、1学期は 3.6、 2学期が 3.8、 3学期は 3.3、 下がりました。下がりました、ものすごい下がりました。でね、こう2学期今見たけど、うん、学年順位が結構上の方で、うん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 、100人以上いるんだけど学校、うん、その中でも29位なんだよね。おお、私は中学の時もうほとんど下から数えたら早いぐらいでしたよね、順位、学年順位。悲しくなるからですが、私、まあギリギリだけど、うん、1学期、2学期、3学期と一応50位以内には入れてるんですね、うん、もっともっと人数いっぱいいるんだけど、うん、まさかの50位以上、なんか優等生になった気分だね。もうなんか中学の50位以上って本当にもう塾めっちゃ通ってみたいな、そういうイメージあったけど、うん、すごい、いけたよ。まあ、そこ半分よりちょっと上にいるわけでしょ、うん、まあ、いいんじゃない、まあ、きれいに欠席日数が全部1、2、3、学年全部0。こうそこがいいんだよ、本当に。出席しなければならない日数が1学期59日、うん、2学期75日、3学期55日、うん、学年で189日全部出てます。素晴らしいです。これは素晴らしいと思います。はい、でも本当によく頑張りました。うん、頑張った頑張った。高1年生、うん、最後にさ、先生がさ、うん、なんか書いてくれてるじゃん。メッセージね、嬉しい。何て書いてあるの？うん、ダンスすごいよみたいな、うん、そういうことが書いてあります。うん、なんでダンスも頑張っちゃいます。頑張ってください。うん、本当にね。ね、うん。まあでもよく頑張りました。進級できてよかったです。うん、本当に遅刻とかしないようにも頑張ったし、うん、まあ、ちょっと寝坊しちゃってパパとママに協力してもらって、うん、あの学校までね車で連れてってもらったこととかあるんだけど、うん、もう感謝ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、私は目標はあのなんかみんな結構この個人平均が4とかいくみたいな、そういう目標が多いと思うんだけど、私はちょっとねあのまあ、頑張ってるんだけど、まあ、もちろん行ったら行ったらめちゃめちゃ嬉しいんだけど、一番の目標は欠席遅刻早退をゼロ、3年間ゼロを目標にしてます、今一番は。いいことです。その勉強ももちろん努力することだけど、無欠席とかそういうのも一応努力ではあるじゃん。からいや、すごい努力ですよ。頑張ります、私。学校楽しいから別に行く、ちょっと行くのが最近ね、あの遅刻ないですよ、うわーって走ってるから、ちょっとあー行きたくないなと思うんだけど、学校行けば楽しいの。
と学校行くこと自体は楽しいからもう歩いてすぐ着く場所だともう最高なんだけどもう本当にね、そう、もういつもヒヤヒヤで行ってるから それが嫌なんだよね。走っていくことが嫌なのじゃあ早く出ろよって感じなんだけどさ、あの今日もこうガンダで行ったんで最後の最後まで走るっていうね1年間でした。はい、わかりました。じゃあ、あの高校2年生も頑張ってください。頑張ります。はい、よく頑張りました。はい、はい、それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。